ダイナミック大熊さん。全然違う全然違う全然違う。お前あんたね、わざと言ってんでしょ。誰のことか知らないけどね、それは私とは別。うわぁ、やだめ。やっぱ大型はあれだな、ラーメンでいうところの味噌って感じだな。てんら、何それ。最近凝ったんだ。パズルの中でも最高レベルの難易度、白一色のミルクパズルだ。あれ、リオンちゃん。さあね、バックルちゃんじゃねえの。じゃあこれはお預けだ。なんで俺なんだよ。すいません。お前遅えんだ。お前は遅刻した分は給料から引かせてもらうぞ。せこ、変態の上にせこ。経営者として当然のこと言ったまでだ。遅れたのは取り調べを受けてたから。取り調べ。魔女の呪いね。警察は信じてるのか。言ってないから。賢いな。言っても狂ったと思われるだけだ。志保たち、喋ったら死んだ聖子みたいに自分たちも呪われると思ってるみたい。その聖子は何で呪われたんだ。魔女の写真をこっそり撮ってそれを売ろうとしたんだって。ラッキー、バッチリ写ってる。それどうするつもり。決まってるじゃん、雑誌に売るのよ。魔女の噂結構広まってるから絶対高く買ってくれるって。え、そんなことしたら呪われるよ。バカ、呪いなんかあるはずないじゃん。聖子も見たでしょ、私の体浮き上がったんだよ。あんなの催眠術にかけられただけだって。それで呪われたってわけか。なるほどね。で、魔女なんているわけねえだろ。お前、お前が言うの。透明人間がいたが、狼男は死神は存在するのは我が麗しきヴァンパイア一族だけだ。知恵の欲求や力を封印しなければ人の世界で生きていけない。神に見捨てた。私は魔女なんか信じてない。でも聖子は空から落ちてきたのよ。周りの建物までかなりの距離があるから絶対に飛び降りたんじゃないって警察も言ってた。お前本当は信じてんじゃねえのか。ん、おっと、お前の人間は都合が悪かったり理解できないことに遭遇するとすぐそうやってもののけのせいにしようとする。じゃあ聖子はどうやって空から落ちてきたのよ。ヘリコプターから落とされたんじゃないですかね。パタ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 ピュー。真面目に考えなさいよ。あのな、どうしてこんな簡単なからくりが分かんねえんだ。え、死体が落ちてきたんじゃない、最初からそこにあったんだ。どういうこと。お前死体が落ちてくるのを見たか。だろ。犯人は工事の振動に合わせてさも死体が落ちてきたかのような大きな音を鳴らしてただけなんで、お前らは音に騙されたんで。え、じゃあその音はどうやって。ドーン、ドス。それぐらい自分で考えろよ。しかしまああれだね、志保ってのも懲りないやつだね。吸血鬼の次は魔女とはな。志保の悪口言うな。おっと、
ょ待って、ミオン、二人でどこ行くの？まさかまた魔女を呼ぶ儀式をする気じゃないよね？だって謝らないと。やめときなって。じゃあどうするのよ、リオンは私が呪われて聖子みたいに死んでもいいの？そういうわけじゃないけど、なんとか許してもらって望みを叶えてもらわなきゃ。志保、行くわよ。ちょっと待って。じゃあ私も行く。リオンも行ってほしかったんでしょ？ダメよ。どうして？魔女を信じてないじゃない。信じてるよ。嘘だ。そんな人間連れて行ったら私たちまで呪いの魔法をかけられる。あんたのせいで死にたくないからね。信じてないの？だってついてこないで。行こう。志保、来ないで。ごめんね。あいつらか。うわ、追っかけなくていいのか？だって来るなって言うのから仕方ないでしょ。所詮その程度の友情ってことね。どうした、蹴らないのか？やめとく。いつまでたっても分かり合えないってことだ。スオさん、スオさんに花束届いてますよ。おお、うわすごい、来店前に花束か。それもシンクのバラ。スオ色とは気が利くじゃないの。誰？ユミ、アコ、ジュン、ナナコ、リナ、ミーコ、エミ、ヒロコ。それとも、そんなにいたらとっくにナンバーワンになってるでしょ。万年ナンバーツー。それが分からないんですよ。あ、そう。いて！だいぶトゲくらい抜いとけってな。ん？なんて書いてあるの？呪われし者よ。ハーフロックブラッドで。